はい、どうも皆さん、こんにちは。ナタです。というわけで、今回のですね、戦国無双フォーデラックスの実況動画やっていきたいと思います。今回はですね、またまた外伝の書を遊んでいきたいかなと思います。さあ、今回遊んでいくステージは、外伝の書の世代対抗戦。親を超えてこそ一人前。手を取り合い、親からの試練に挑め。はい、こちらのステージね、早速やっていきたいと思います。レッツゴー。明智光秀は、娘の行く末を案じていた。好奇心旺盛なのは結構だが、あまりにも行動が子供じみている。このままでは戦国乱世を生き抜くことはできない。心配のあまり、彼は同じく娘を持つ北条氏康に相談する。そして悩める親の相談話は意外な方向へと進んでいった。外伝の書世代対抗合戦。あの子は体だけ大きくなって心はまるで成長していません。氏康殿のご息女はあんなにしっかりされているのに。隣の芝生はなんとやらだ。俺から見りゃてめえの娘も立派に成長してるぜ。そうでしょうか。私には実感できません。むしろ心配は増すばかり。なら戦って試してみるか。子らの成長をよ。しかし誰に相手を務めてもらえば。相手にも子供にも怪我はさせられません。親自身が相手になりゃいい。誰にも迷惑かからねえだろうが。そうですね。それならば安心です。氏康殿ももちろん協力してくれますよね。俺は遠慮しとくぜ。娘に傷でもつけたら神さんにどやされら。わかったわかった、俺もやってやる。捨てられた子犬みたいな目で見るんじゃねえ。よし、やっていくぞ。外伝の書世代対抗戦。いや、めっちゃ楽しみ。もうレアブギと違ってね、もう気が楽やもん。ゆるい感じでね、もうめちゃめちゃ楽しめるやん。さあ行くぜ。手は抜きません。攻撃を開始します。開始します。来やがれ。でも超えてみせる。超えてみせる。手を取り合いつつ押し返していきましょう。押し返していきましょう。早川殿がなんか総大将みたいな感じやな。オッケー、ファーストリショ。あの戦、誰も失うわけにはいかない。全員で親を超えることに意味があるのだから。意味があるのだから。超えようぜ親を。親だろうが関係ねえ。やってやんぜ。さあ、小早川、高影、ガラシャ、このコンビで、今回遊んでいこう。見事です。あれ、すいません、見失った。マジで、もうこの二人ね、どっちもレベルマックスまでしてて、超強いから。すなわち余裕。すなわち余裕ね。それすなわち余裕ってことやから。やべえ。目の前の敵の数パネ。ここで行って。オッケー。倒していく。さあ、ガラシャに切り替えよう。撃ち取りました。いいね。調子いいじゃん。調子いいじゃん俺。高橋ジョーン、オッケー、ジョーンのまま倒して。ナノじゃん、ナノじゃん、ナノじゃ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 。どうも皆さん、おはこんばんにちは、ナノじゃ。怒られるわ、マジで怒られる。よっしゃ、行くぜ。これが子供軍の団結力じゃ。団結力じゃ。押してもダメなら聞けばいいさ。年季の違いを子供たちに教えてあげよう。教えてあげよう。元なり子でったか。父上、父上行きますか。門を自ら開けてくれるなんて。行こう、この機会逃しちゃダメだ。逃しちゃダメだ。さあ、斎藤道三、義明登場。 OK。 なんて卑劣な手を。高影様、若き子供軍のまっすぐな力で反撃しましょう。反撃しましょう。若き
私は君のお父上より年上ですが、まあいい、今は年の話はやめましょう。まあ年齢には触れなかったことにしよう。忠勝より年上って。さあ父上、やってきましたよ。若き子供軍の一員として働かねば。少し力技でいきますよ父上。父上、さあミッション来た。本望達成した状態でね。 OK、 後世に意味のある戦いになればいいんだが。300コンボ、500コンボみたいな。そっちの父、元成の方は退屈で人を殺すというが本当か？本当か？そんなことはありません。OK、 私はその本を読んでこの年まで生きてきたのですから。退屈って。隣もそちも年齢の割に若すぎる。さては森一家も妖怪一家じゃない？妖怪一家じゃない？敵将打ち取りました。 OK、 いいね。元隣倒した。毛利元隣を撃破。父上との戦堪能しました。堪能しました。また一手ご教授お願いします。お願いします。高影やっちゃうようになったね。その治癒、孫のテルモトにご教授の名。テルモトまでな。豊吉さんの試練とやらに加わりおるか。怖いおじがケツを叩いてやる。叩いてやろう。おじ上来たよ。島津、おじ上、おじ上の味方兵撃破を阻止して。マジ？おじ上、そういう展開。鬼島津、絶対に止めてみせる。待てこれ、早いって。あいつ早すぎる。ここまではうまくいきましたね。いったよ。さあおじ上、天罰なのじゃ。鬼が通るぞ。目にも見よ。目にも見よ。懲らしめてやったのじゃ。いいね、懲らしめてこうぜ。大暴れじゃ。かなう相手ではなかったか。オッケー、ヨシヒロ倒したよ。この戦火豊久の代わりに次の一手につなげなければ。めっちゃ奥義使う。バリックス奥義使う。いいね。すごい。グーカワ可愛すぎる。ドアップがやったぞ。鬼始末を止めた。止めた。おじ上、これがカキどもの底力です。底力です。いいね。旧世代軍指揮制か。旧世代軍って言われ方よ。どんな呼ばわり方してんの。親に反撃だなんて。およさ、従順こそ美徳。そうですね、かわいい剣士。かわいい剣士。わかりました。姉上急ぎ攻めましょう。急ぎ攻めましょう。きた、上杉きた。あー怖。本陣は剣心の子、影勝が守らん。影勝が守らん。うめ、なかなかこちらから攻められませんね。うめ、怖いです。ガクブルガクブルです。さすがは綾様、ガクブルガクブルです。なんか来た。ここまではやばいってこいつ。美しい。ドアップたまりません。あやさま、しばきます。しばいてやった。 OK、 どんまいだ。どんまいだ。若き世代が勝つのだよ。ざまあ見やがれ。よし、死守できた。お前何もしてん。俺が頑張ったん。てめえ何もしてねえ。その息はけなげなり。けなげなり。死を消してまいれ。まいれ。平八来たよ。熱い展開。本田平八を撃破せよ。戦国最強の親父が出てきたぞ。ぐわぁ、早く止めないとこの戦負ける。負ける。倒すよ。任せろ。任せとけ。私より年下です本田平八。この戦火次の一手につなげなければ。これぞ本領。お見せしましょう。
敵将を OK 完璧完璧完のペキやったわ。父上は去りました。これで脅威はなくなったはず。脅威はなくなったはず。大丈夫よ、みんな進軍して。平八倒しちゃったが、は？なんか来たよ。父上、わしの思い受け止めてくだされ。北条氏政、あのバカ、何を考えてる。護衛するん？マジ？否めない。なんとも言えん感じやん。しゃあねえな。行きましょう。仕方のないやつだ。ほれ、宇治政、来い。宇治政、はよおいで。宇治政、何をしてんねんお前。せっかくお前のためにドアホ。めっちゃあっぱれ。はい、来たでしょ。てか逆や、宇治康をね誘引したらいいのよ。宇治政まで、そっちの方がね効率いい。今気づいたな。めっちゃ来たよおっちゃら、めっちゃ来たよ。ここで行って、え、もう接触したやろ。なんでまだ接触してない。接触した。オッケー、接触した。父上、父上、の熱き思い、そのはだけた胸で受け止めてください。気持ち悪いな。ドアホー、さっさと脱ぎ上がれ。汁かけ飯の汁の分量を間違える奴に負けるかよ。汁かけ飯の汁の分量を負けるやつ、間違える奴に負けるかよってね。もう噛んでもた。終わりの始まり。ここまで来ましたか。来た。私が相手となり、我が父上。孫も言っておった。奇襲こそ成長の証と。なんかすんの。父上に見つからず、敵本陣ついてみせるぞ。ついてみせるぞ。そっちから。ガラシャそっちからって。ガラシャそっちからすんパターンね。いいよ。開門。父上超えます。十分。十分父上超えます。硬い、うん、父上が硬いわ。天罰なのじゃ。なんやこの顔面は、すごすぎる顔面は。オッケー、父上会いに来たよ。どうじゃ父上、わらわの成長著しいであろう。著しいであろう。奇襲を見事成功させると、嬉しいやら心配やら。心配やら。敵将討ち取ったり。決めます。やっちゃうのじゃ。大天罰、父上にドガーン。オッケー、完璧すぎる。いやー、なかなかね、面白いステージだったわ。やーべ、最高。敵の数多すぎね。あと、よくぞ乗り越えましたね。子は親を超えるものとはいえ、少し寂しい。少し寂しい。父上、寂しがるでない。成長するとはいえ、わらはずっと明智光秀の娘じゃ。なんかええ話やな。泣かせる言葉ですね。いい娘さんをお持ちで、光秀殿は幸せだ。ええ話やったな。父上に成長の証見せることができたのじゃ。これもソチのおかげじゃ。ありがとうなのじゃ。いいえ、この勝利、あなたやみんながいてこそ。これからも仲良くしたいな。友達になってくれる？もちろんなのじゃ。早速ダチの挨拶をするぞ。拳を前に出すのじゃ。どうだ、これで満足したか光秀。ガキどもも立派に成長してんじゃねえか。え、子供は大きくなり親から巣立ってゆく。ですがやはり寂しいものですね。娘はそのうち嫁に行き、
実家とは疎遠となる。私は取り残され、どんどん孤独になって。あの、氏康殿、私たちも友誼を結びませんか。孤独な老後が待つ親同士、支え合っていきましょう。ドアホー、気色悪いだけだ。それにてめえはまだ老け込む年じゃねえだろうが。はい、ということでいかがだったでしょうか。ガイデンの書世代対抗合戦遊んでいきました。なかなかね、面白いステージで、話だったね。結局は。まあ、こんな感じでね、また実況動画上げたいと思ってるんで、よかったらですね、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ナタでした。さよなら。バイバイ。